フェロンの一致典型をまとうグレゴリウス一世の遺恨が、フェロンとは、正教の司祭がまとう、袖なしの財布である。ピラトの法廷で、イース・ハリストスが身につけたシーンを象徴化したもの。カトリック教会では、カズラに相当する。またフェロンは、日本正教会での表記である。ロシアでは、リザとも言う。古代のフェロンは、円筒型をしており、頭から、 足まで全身を覆って顔を出す穴が開いているだけだった。後に方針例を取り行いやすいものにするため竹紐を使って締めたり緩めたりができるようになる。ギリシャ正教会の長位はフェロンのかつての姿を留めている。しかしロシア正教会ではフェロンは竹の短いものを用いている。時代が下るとフェロンの肩当てを固くして 高さを出すようになった。フェロンを着た政務執行者の肩口が後ろから見て三角巣や台形の形に持ち上がるようにである。様々な時代でフェロンは司祭の祭服となってきた。宗主教も含めたあらゆる主教にとってもそうである。はじめは宗主教と不主教がそれから主教たちもやはり上に羽織る祭服であるサッコスを身につけるようになる。今日、フェロンは 被災がつけることが主流になった。フェロン16世紀から17世紀にかけて、フェロンにはしばしば重みのある金卵が用いられた。やはり、それらで、肩口のところに塩水を作り、高さを生み出すためである。そして、軽い布でも同じようにするために、裏地には硬いカラーが使われた。それは、当時のカトリック教会のカッパマグナの法制から、借用したものである。 図教者祝福式に際しては図教者となる者はさらに竹の短いフェロンを身につける。ウィキメディアコモンズにはフェロンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。